はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、フィギュアではないんですが、こちらをご紹介したいと思います。はい、わかりますかね。ドラゴンボールアクリルでカードアクリルでカードです。はい、あのアクリルでできたね、あのカードパケってやると、組み立てて立たせられるっていうね。まああれをね、ちょっとワンボックス、購入しましたんでね、開けていきたいと思います。何種類かあるんでね、自分が欲しいやつが出ればなと思います。はい、ではね早速、バリバリっとね開けてちょっと見ていきましょう。はい、開封しました。こういう感じで入ってますね。はい、まあ見てわかる通り、こういう感じの、こうやってね台座があって、こうやって立たせることができるアクリルのカード。はい、自分が狙っているのはね、これ一覧があるかな、あの、あと、あれ、これが一覧なのかな。あ、一覧あるね。ボックスなんで一覧がありますね。一応ね、自分が狙っているのを言っておきますと、こういうラインナップなんですけど、スーパーサイジン3の悟空、あとはそうだね、あとこれ身勝手の悟空、極みの悟空ね、うん、以上だねこの2点狙い、悟空2点狙い、まあ、あとはまあ、ね、これなんて皆さん覚えてます？これ、仏滅のようなギャル。名前ないんかい。仏滅のようなギャル。すげえな。名前がないのに、なんでラインナップ入っとんねん。これ絶対外れやろ。仏滅のようなギャル。やっぱ。いいね。あとマロンちゃんね、うん、あの御殿のね彼女のマロンちゃん、マロンちゃん可愛いよね、うん、バイクガンとかね、ベジータもね、もうこのベジータなんですよね、うん、このベジータかっこ悪いよな。あとヒットとかジレンもまあいいけどね。あとセンズって、これセンズってキャラじゃねえしね、キャラカードじゃないっていう、アイテムだ、アイテム、うん、あとジャネンバとかもいいよね。いや、ちょっと受け狙いで仏滅のようなギャルこれ出ちゃってもいいかもしれないね。面白い、何これ、仏滅のようなギャル。っていうラインナップですね。はい。まあ、こういう感じなんで、どうしようかな。まあ、一旦もう ここちょっと剥がして、全部剥がして開ける感じでちょっとやっていきます。なので、全部ちょっとね、ここだけ先剥がしちゃいます。はい。全部ね、裏バリバリっと剥がしました。はい。なので一気に、数がね20個あるんで、パンパンパンとね、一気にいきたいと思います。時間かかっちゃうんでね。はい、では手前からいきますんでね。はい、1個目、全25種ですね。全25種なんで、お目当てのものが出るかどうか見がってこい。1枚目、よいしょ、あ、裏だ、あ、ジレン。もうジレンです、ジレン。もういいんじゃない、いいんじゃない、ジレン。こういうやつですね。はい。こういうアクリルプレート。うん、はい。うん。1個目はジレンでしたね。はい。2個目は、はい。こうだね。こういう向きだね。いきます。
2個目、ちょっと待って、よいしょ、あ、やっと来た来た、うお、2個目で来た、身勝手の極意いきなり来た、やったぜ、かっけ、いや、いいね、やったね、わお、いいね、やったぜ、これはいい、幸先いいね、これで物別のようなギャルが出れば、じゃねえよ、スーパー星人3だスーパー星人3いくぜ、スーパーサイヤ人3いいよ、来い、あ、来い、スーパーサイヤ人3、あれ、ち、あ、ヒットだ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。俺ちょっとね、あることに気づいちゃった。ヒットかっけえ、ヒットかっけえんだけど、ちょっとあることに気づいちゃった。あれ？これさ、今どこ、この順番で出ても出てません。あれ？これ順番通りなの？もしかして。え、次クスで、ラムウシ？え？これ順番通りだったら、俺仏滅のようなギャル手に入んないんじゃないの？スーパーサイヤ人3と。25種で20個だから、この、こっから上が、ないってことじゃない？そしたら。ね。最後がベジータだったら、完璧そうだよね。え、そういうアソートなの？まあ、皆さんも未開封ボックスがあったら多分そういう配置になってる可能性高いのでね、これを見本に、まあ、取ってね、選んで取ってもいけるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず、じゃあ最後のちょっとこの1個を開けてみましょう。これベジータだったら多分、完璧もこの通りだよね。ちょっと待って。これベジータだったらもう完璧ですね。はい。ちょっと待って。出た。仏滅のようなギャル。出た。出たよ。ウルトラレア。仏滅のようなギャル、しかも英語だとビッグガール、ビッグガール、すっげえ、何これ、あれっていうことは、あれ違うな、これ一番最後なんですよね、あれ、たまたまか、たまたま、じゃあこれ次がクスじゃなかったらたまたまだな、なんだろう、あ、そういう、どういう、あれなんだろうな。やっぱバラバラなのかな。たまたま俺があれやったの。あ、ルフォ、やっぱそうだ。あれ？一定の、多分一定の順番は、多分、あれなのかな？多分最初の5は、この並び順の可能性ある。これが、ラムウシだったら、とりあえず順番通りだよね。なあ、はい、そうですね。ラムウシ。はい、順番通り。で、次だね。次のターンから変わってくるから、次がゴアスだったら、ちょっと、どうなの？よくわかんなくなってきたな。どういうあれなんだろう。ゴアスかな？あ、ゴアスだ。あれ？なんだろうな。え？え、なんでいきなり最後は、最後これ。あれ？おかしいな。25だよね。25だから、最後のこの5、5
5個が出なくて20周かと思ったら、まさかのウルトラレアが入ってたから、もういっか、ちょっとめくるか。俺はもう先頭でね、先頭でねじゃなくて先頭だと思うんですよ。これはもうおそらく先頭です。よいしょ。あれ？法則が変わった。先頭と、黒煙の竜が飛ばされた。一気にベジータになった。ヒゲヅラベジータ。あら、こっから法則が変わる。最初の6個までが法則通りで、7個目か違うな。飛んだってことは次は順番通りに行くとスーパーサイヤ人の GT の航空だね。よし、これでまた法則が変わるのか。よいしょ。あ、違う。ブージン。あれ、マロンちゃんも飛ばすんだ。え、そういうこと？あ、こっからちょっと飛び飛びになるんだ。っていうことはもう飛んだやつはもう出ないんじゃない？もう、ちょっとマロンちゃん出ないのか。そしたらちょっと仏滅のようなギャル、あれ、ここ仏滅のようなギャルだけ特別扱いみたいになってるけど、ちょっとマロンちゃんが欲しかったな。ビート、あ、そうだね、やっぱこう来て微動だから、やっぱ下から順には上がってってるね、で最後が仏滅のようなギャルで終わるってどういうあれなんだろうな。よいしょっと。あ、ここでまた飛んだな。グレートサイヤマンでしょ。この微動が抜かされたね、今度ね。で次バイクーハンが出るか。バイクーハンちゃんはどうでしょう。あ、バイクーハンも出たね。バイクーハンは出て、次から、ダーブラか。ダーブラじゃねえんば。どうなんだろう、ダーブラ抜いていきなり邪念馬の可能性もある。あ、ダーブラだ、順番通り。で次が邪念馬。あ、邪念馬。もういいね、邪念馬かっこいいな。でピッコロさん、次ピッコロさん、次がピッコロ。あ、ピッコロさん来たね。これはラディッツ戦の時のピッコロだね。魔漢高散歩で次が、スーパーサイヤ人トランクス。あ、スーパーサイヤ人トランクス、いいね、かっこいい。ムキンクスの時かな。で絶望ベジータ、次が絶望ベジータ。あ、絶望ベジータだね。もうダメだ、おしまいだ。はい、で次飛ばされたらちょっときついな。スーパーサイヤ人3なんだよな次。これスーパーサイヤ人3だった、当たりボックスだね、これね。仏滅のようなギャルも出たし。おー、来た、やった。
スーパーサイジン3の悟空来た、かっこいい。よっとね。っていうことは、でも最後はこれなんだよな。これでなんで今これが出て、で最後はこれなんだろう。こっから全然順番がよくわからん。やじろべえになるわけ。あれ違うな、ジャッキーチュンだな。やじろべえが飛ばされて、でこれがはっちゃんか。はっちゃん、これがはっちゃんか。あ、そうだ、はっちゃんだ。やじろべえ、でなんで最後ぶつかった。あれ俺なんか入れ間違えたかな。でも結構アソート通りですね。要は手前から順に並んでる感じですね、ただ順番に行っても何かが抜けてるってことだね、ところどころで。まあ自分のね、ボックスはやじろべえが入ってなくて、微動が入ってなくて、で、マロンちゃんもそうだ、入ってなかったんだ。マロンちゃんなくて、で、黒煙の竜とセンズもない。そうだね、の5個か、でもまあ当たりっちゃ当たりだよね、じゃあマロンちゃんが出なかったらちょっとあれだけど、まあ、センズも別にいらないし、もう仏滅のようなギャルがちょっとね、最後で出てくれたら受けたんだけど、ちょっと3個目で出ちゃったから、さあ4個目か。仏滅のような、いやでもいいね、これ面白いね。でもこれで分かったね、アクリルでカード、まあ、全部が全部そうか分かんないけど、これアクリルでカードのこれ第何弾だっけな、第何弾だっけ、第6弾ですね。第6弾なんで、第6弾はこういう入り方でしたね。今第8弾まで出てるのかな、なのでね、自分の場合はこういう入り方だったけど、必ずしもそうではない可能性もあるんでね、一応もしね、この第6弾身勝手の極意の悟空が欲しかったら、まっさらの状態だったら手前から2個目、手前から2個目が身勝手の極意、こういう感じですね、まあ結構良かったんじゃないかな、まあアソートもね、多分これで分かったから、自分もね次の別の段を買うときにはちょっと役に立てたいなと思いますね。はい、ということで、今回は、これでお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。